中継先の安田欽司です。さあ本日の中継先はですね、もみのさんのいるセブンパーク浜海からめちゃめちゃ近いんです。あ、そうなの？歩いてね、大体5分ぐらい、約5分ぐらいのところに来ておりまして、僕はですね、バチバラシはですね、奄美東から生中継でございます。お前めちゃくちゃ近所だ、奄美東。そう、もうなんなん、みのさん先ほど知ってるんですね。今日は父の日ね、テーマが父でございまして、で、ひらがなにすれば、はいはい、この父なんですけど、そんなん用意してたの？そう、もう一回漢字します。もう一回漢字したらね、この父になりまして、まあ僕がやってきたらもう皆さん分かってると思いますけどね、牛乳販売店にもうそのまま丸バレで申し訳ないです。案内してくれたのはね、こちら安田さんです。ダブル安田で、僕のお父さんっていうわけじゃないです、今日安田さん、お兄さんってことです。同じ安田さんでございまして、実は安田さんがこの牛乳販売店経営されてるんですけど、美濃さんね、安田さんはあるものがめちゃめちゃ好きすぎて、牛乳販売店でそのお店も作ってしまったっていうことで、みのさんこれ難しいで、ね、どういうお店作ったか分かります？もともと牛乳販売店の配達してた安田さんがあるもの好きすぎて、あるお店をもう牛乳販売店の前で作ったと、はい、牛乳ヒントは牛乳かかってますよね、はい、牛乳使ってない、使ってプリン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 、プリン、ちょっと正解見に行きましょう。プリンかどうか正解見に行きましょう。こう来まして、正解はですね、こちら来まして、見てください。ベビーカステラということで、お父さん、こちら来て、ベビーカステラか、これまたこの富士山の模様もめちゃめちゃ可愛くないですか、皆さん。もう大体安田さんのエプロンからして可愛いもんね。ね、実はね、今日ね、写真ご用意してまして、もともと牛乳販売店はこんな感じだったんですよね。こちらの扉がお父さん、この扉でいいんですよね。今こうやって可愛い、ここの感じね、これって書いたんだね。あ、私です。お父さん、この絵を描いた父はお父さんです。この父は父です。父なんですけど、こんな感じだって、ね、明治のこういうマークがついてたやつが、はい、こんな今こんな感じ、こうなって。あ、可愛らしく変身して。ここからこうもう一個行って、もう一個行ったの、これがなんか見えてきましたね。見えてきた、見えてきた。そこからこうなると。どんどん進化して。ちなみにだからお父さん、牛乳販売店は、はい、いつからやってるんですか？親父からなんで、やってて、昭和で言ったら57年、お父さん2代目でやってまして、はいはい、このベビーカステラ店を作ったのは、去年です。去年なんだ、はい、もうめちゃめちゃもう好きすぎて、はい、そうです、カステラが好き、カステラが好きすぎて、はい、やっぱこの私も好き、やっぱこだわりがめっちゃあるんですか？そうですね、やっぱり牛乳屋なんで、牛乳をたっぷりと入れて、牛乳入ってて、だから縁日とかで売ってるベビーカステラに、まあ牛乳はなかなか入ってるところが少なくて、それが僕知らなかった、はい、そうね、ほな皆さんは牛乳じゃなくて脱脂粉乳を、脱脂粉乳でやってるんだ、はい、やっぱ脱脂粉乳のところ牛乳に変えたらやっぱお味は良くなるんですか？そうですね、やっぱりふわっとするのと、あ、ふわっと、僕もふわっと聞いたんですけど、はい、カステラもふわっと、ベビーカステラもふわっといきますし、はい、また牛乳入れるだけじゃなくて他にも、そうですね、あのバターなり、バターも、はい、蜂蜜、蜂蜜も、あとホイップクリーム、ホイップいって、はい、これがたっぷり入ってんのに、お値段的にはこういうお値段でいいんですか？そうですね、12個300円とか16個で400円とか、だから100円単位で4つ上がっていく感じでいいかな、ね、12個300円いいですね、はい、で値段でこうなったら、ここで今日はもう直接ここで焼きたて買えるんですもんね、はい、焼きたて食べたいっすわ、あ、焼きます、いいですか、はい、ちょっと焼きたて、はい、でお父さんちょっと焼きたて、だからね、今こうやってこういうこの小窓から買うのね、小窓から買って、この小窓もね、作った時にやっぱりコロナ禍だったんで、こう焼いてるところを見せずに極力こういう、なるほど、あの顔が合わないように、そう、あ、これ入ってすごい、え、ちょっとお父さん帰ってきて、お父さんちょっとたこ焼きみたいな感じやってますけど、それベビーカステラ、あら、これはお父さんちなみに開けた、いいですね、そのものわー、すごい、なんかたこ焼きですって言って渡してもらってもいいぐらいの、そうですね、本当や、だからお友達に持って帰って、はい、たこ焼き買うてきたと思われて、開けてベビーカステラが出てきて、もほら、おいしそう、これ牛乳入りのベビーカステラ焼きたて、あら、そら美味しいよ、絶対、うん、あったかいかな、おいしい、あったかい、あったかい、めっちゃ美味しいんですけど、はい、お父さんのおすすめの味は、今日じゃなく明日以降、あら、あ、ちょっと寝かした方が、寝かした方が常温で、常温で、常温でどれぐらい待ちます？3、4日は大丈夫です。だから皆さん、あったかいのそのまま食べたいから、あったかいのをここで食べてちょっと多めに買って、はい、次の日に、あら、いいや、はい、いいね、なんかシンプルですよね、そうなった、お父さんもあれですか、ちょっと
通ったとかで温めるのは？いやあまり温めんと、その常温の方が。温めるよりも常温の方が美味しくいただいて、はいはい、あの冷やすのは？冷やすのは冷蔵庫じゃなくて冷凍庫に。あ、凍らした方がいいの？凍ったらあれなんじゃ、蜂蜜とか大丈夫ですか？いや、蜂蜜があるからこそ凍らないんです。あ、蜂蜜は凍らないから、はい、冷たくなるだけで、うん、凍らさない方がいいんや。はい、冷蔵庫は硬くなるんで。さすがこだわり。今日はね、このベビーカステと一緒にここへた牛乳店や。牛乳も飲めるんですか？はい、ありますよ。じゃ牛乳取ってきてます、はい、はい、牛乳も飛んで行ってくれて、今日牛乳飛んで行く間にね、あの、はい、娘さんとお孫さんもかわいい、かわいい、めちゃめちゃかわいいんです。そっか、もうお孫さんがいらっしゃるのね。こちらではですね、だから牛乳販売店もやってますね。牛乳とセットにでベビーカステラもいただけるということで。最高やん、最高ですよ。お父さん、ちなみに今日持ってきたのがお父さんのおすすめで、はい、いろんな、だから明治の美味しい牛乳とかいろいろ飲めますけど、今日はお父さんのおすすめは、これはあのミルクで元気と言いまして、1日のカルシウムと鉄分がこれ1本で取る。1本で。だからこれ開け方はこれでいいかな、はい、このままペラッとめくって、はい、 今ね、皆さんも牛乳 の、 あのキャップがないんですね。ないんですよ、もうこのままパカって、はい、そうだ、昔ね。あら、これをちょっとな、こういう贅沢ですよ、ここで。瓶牛乳ってなかなか最近飲んでないよ。美味しい牛乳入りのベビーカッテを食べて、牛乳を飲むと。はい、牛乳飲んで。美味しい。もちろんコーヒー牛乳とかもありますね。はい。お父さん、コーヒー牛乳取ってきてもらってもいいですか？コーヒー牛乳。あ、そう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 。すいません、すいません。今日は特別に作ってるところも見せていただけるということで、はい、ちょっと一緒に見に行きます？はい。そうなんです。ほら、こんな感じで注文を受けてからお父さん焼いてくれるの？はい、こうやって焼きます。ここに、この中にお父さん、ほな、もうあれですね、牛乳とか蜂蜜とか入ってます。ホイップクリームとか、いろいろ美味しさが詰まってますんで、はい、これを入れて、どうなるのかな？蓋します。おっ、で、バカーンとなるんで、ここでまた焼きたてが何分ぐらいできるんですか、お父さん？大体4分。4分ぐらいでできますし、また中継後半では、お父さん、新しいメニューがあるんですよね。はい、新商品があります。新商品の方をご紹介するということで、はい、それでは一旦お返しまーす。中継先の安田喜二です。さあ、本日の中継先はですね、松原市にございます牛乳販売店がやっております、牛乳屋さんのカステラ店から生放送でございます。案内してくれるのは安田さんです、はい、で、先ほど言ってたけど、僕が食べた焼きたて食べてもらってもいいけど、はい、ちょっとこの常温とか冷めたやつも、はい、美味しいです。美味しく、今回ね、さっき僕はあったかいの食べさせてもらいましたけど、ちょっと冷めてるやつ、冷めてるやつ、ちょっと冷めてるやついただきます。うんうん、なんか美味しいでしょ。美味しい、はい、より甘みを増したみたいな、しっとり、うん、しっとり、しっとりと、ここでやっぱり牛乳屋さんだけで、はい、合う、めちゃめちゃ合う。それで言うてたあれですよ、なんかアレンジメニューが、そうや、新しい商品が、ちょっとアレンジメニューを出しましょう、出していただけるということで、あった、スノーマウンテン来ました。スノーマウンテン、どうなってるんですか？これはね、カステラとホイップと間に、分かりますかね、はい、ホイップクリームがあって、カステラ乗せて、はい、粉砂糖で、すごい、もうね、スノーマウンテンになってますよ、はい、ほら、いかが、おいしそう、そう、だってね、ミノさんも、だってベビーカステラだけで美味しいところにこのホイップクリームが、ほらテンション上がる、ほらもう誕生日やおめでとうや父の日に、いかがですかって感じで、いただきます。うん、合う、合う、めちゃめちゃ合う、はい、おいしい、そらおいしいわ、そらおいしい、どれだけおいしいかって言ったら、もう一口いくもん、食わんでもいいんですよ、はい、うん、おいしい、ホイップ洋さん食べてよ、そこで牛乳なんて、あ、ほんで牛乳の方が忙しいね、そうや、最強や、めちゃめちゃおいしい、だからね、こういう入れ物もたこ焼き風のやつもいけますし、はい、こういうね、かわいい袋タイプもあるの。これお父さん別に選んでいただいた、だいたいお父さん使い分けとしては何個以上から、これは本来500円なんですけど、500円以上からやってますけど、別に、はい、300円でも、300円でもこっちの袋がいいよって言ったら、はい、袋入れます、こっちに入れてもらって、またこの袋がいい袋なんですよね、このまま、このままもう常温で置いていただける、いいし、はい、そのままこう折って凍らせてもいいですか？いや、それは凍らせた時はどうしよう、はい、凍らす時はやっぱりお皿に乗せ て, っけてカステラ乗せて、うん、ラップして、ラップして、はい、凍らしたらね、お父さんすぐカチカチにならない？ならないです。なんでならないんですか？蜂蜜が凍らないんで、あ、
すごい。だから皆さんあれですよね、あのウイスキーが凍らないみたいな感じで、うん、そうです。はちみつ凍らないんで、ほら、はい、カーって買ったって、普通凍ったら買ったってなりそうやけど、ならない、はい、そのまま、はい、大丈夫です。普通の常温やったら 3,4 日持ちますけど、はい、凍らせたらもっと持つんちゃいます？最長で1ヶ月ぐらいいけると思う。あ、それぐらい持ちますんで、はい、だから皆さんも自分でこういうふうにホイップクリームかけてアレンジしてもらってもいいし、うん、アイス乗っけてもらって。そうですね、夏場はね。お父さんはやっぱ夏場はこういう新しいメニューもっと出すんですか？そうですね、アイス乗せようかなと。アイス乗せたパターン、はい、いいじゃないですか。もちろんお父さんは牛乳販売店もやってるから、はい、配達もしてるんですか？やってますよ、早朝から。ほらもう朝は何時起き？起きんのは1時半。1時半に起きて、はい、お店自体は2時から配達。もう3起きてない。もう2時って、皆さんまだ飲んでる時間じゃないです。その2時からまだ配達もしていただいて、はい、その後は？その後、今度、はい、朝午前中に、午前中に自動販売機。自動販売機とか入れに行くんだ、はい、入れに行って、老人ホームと配って、幼稚園、うん、そういうところに納めて、収めて帰ってきて、これの準備。だから俺、お店がオープンするのは2時です。昼の2時から。もう朝は忙しいから、はい、牛乳売店で、はい、昼の2時から何時までやってる？だいたい売り切れん限りは5時半まで。5時、売り切れと思ったらもうちょっと5時とかで終わる時もあると、はい、それこちらでは先言ったら牛乳飲めますし、またあの、はい、販売 の, あの配達の時しか飲めない飲み物ありますよ。ちなみにどんな、はい、いいか取ってきてもらってもいいです、はい、すごい。だからこれあれですよ、販売店やからこそできた。あ、カメラさんもついてくれた。こうなったらあれですが、お孫さんの顔も見れるかな。もう一回飛んで行ってもうたらね、娘さんとお孫さんの顔も見れるっていう、これは嬉しいですね。あ、来た、お父さんがさっき帰ってきた、はい、お父さん、ちなみにこれは何ですか？これは R1 よう聞くよ。 R1 なんですけども、 R1 よう聞く、うん、今6月1日に発売した、ね、R1 ザ・ゴールド。ザ・ゴールドで何が違うんやろ、はい、パワーアップしてんのや。はい、中身のこの EPS 細胞が、これはだからお店でも売ってくれない？配達だけ、基本配達だけ、基本配達だけ。ちょっと開けてもらっていいですか、はい、今日特別に飲ませていただけるということで、はい、いいやん、 R1 ゴールドで。やっぱ牛乳も体にいいし、もちろんこちらも、あ、これはもう同じや、牛乳と同じ、パカッて開けて、ここで R1 ゴールド。いいね、いい。もちろんこちら牛乳も買えますし、はい、もし、ね、お店が閉まってる時は自動販売機。そうなん、こっち来たらね、皆さん自動販売機もあるの。あ、そう、それは便利ですね。お父さんここ来て、はい、そんな、だから明治の美味しい牛乳も買えるし、コーヒー牛乳も買えるし、カレーも買えるって、なんでなんですか、はいはい、なんでカレーあるの？いや、これはあの明治が作ったブルガリアヨーグルトの入ったヨーグルト。ブルガリアヨーグルトの入ってるビオカレーが入ってて、2個入り500円。、はい、こういうのもありますんで、学生さんがよく買って帰る。すごいな、レトルトのカレーが買えて、牛乳も買えますんで、皆さんぜひね、お父さんで、ね、最後にね、もう一個だけお知らせしたいことがあって、はい、阪神勝った次の日お得なんですよね、はい、昨日勝ちましたんで、昨日阪神オリックスに勝ったんで、はい、今日買いに来ていただいたら、はい、合言葉を言っていただければ 25% 増量。だから300円でも12個のところを15個、はい、もらい、増やしてくれますんで、だから阪神勝った次の日も皆さんぜひ注目と。やっぱり皆さん効果ありますか？ありますね。今日たくさん来ていただけるということで、最後のお父さん、はい、テレビを見てる皆さんにメッセージもらっていいですか？はい、はい、ぜひ本日買いに来ていただけますよ、ね、昨日ね、阪神買ってるんでさらにお得でございます、はい、わー、お孫さんも入っていただきまして、中継先は以上でございます。それからありがとうございます。皆さんでお返しします。